横須賀川、出入口小金城市駅は、千葉県松戸市大金平にある、流鉄流山線の駅である。駅番号は、RN3。大金平県営住宅解体前の駅舎1954年9月1日に、合併するまでは、東葛飾郡小金町の区域内であり、駅名は、小金城の後に由来する。島式一面2000ホームを持つ、地上駅。 流れ山線で唯一交換可能な駅である。早朝、深夜の一部の列車を除くすべての列車が列車交換を行っている。かつて駅舎は北東側にある黄金ピラ県営住宅と一体的な造りであったが、後に駅舎反対側をつなぐ歩道橋と接続した際に、古戦橋の上部で出札、修札が行われるようになった。 旧駅舎は駅出口の一つとして使用されていたが、県営住宅は耐震性の問題により2015年に解体されて地上部への階段だけとなり完全な共状駅舎となった。1967年に現在地に移転するまでは、馬橋よりの場所に位置していた。松戸市統計所によると、2017年度の1日平均乗降人員は1629人である。 近年の1日平均乗車人員は、下記の通り。駅の南側を走る電車、奥は、馬橋方面、右の川は、坂川の支流の新坂川駅前は、閑静な住宅街が広がり、一部畑などもある。駅南側に、千葉県道280号、白井流山線が走り、南西側で入り口は、新坂川をまたいだ向こうに出られる、歩道橋にのみ接続し、 歩道橋の地上口前には広場があるが、どちらの出入り口とも駅前の大半が住宅街となっている。大金平方面の出口は6階建ての大金平県営住宅に接続していた。解体後は現役舎に階段が直接接続される構造になった。千葉県立小金高等学校松戸新建成バス、高田線のバス停留所、小金城市駅入口が、 北東約400メートルの場所に位置する。ただし、駅から離れていることや流れ山線と、同じく JR 常磐線のフィーダー路線であり、乗り換えで得られるメリットが小さいため乗り換え利用は、ほぼ、見られない。当駅、高谷駅の中間あたりに警報器、遮断機のない踏切があるため、電車が通過する際は必ず警笛を鳴らし、その音がホームから聞こえることもある。 ありがとうございます。